新型コロナウイルス感染症について、この度第1波収束までの対応についての、振り返りがまとまりましたので、ご報告いたします。本市では2月29日に初めて感染者が確認され、市内では若い世代から高齢者まで幅広い世代で感染が広がるなど、強い危機感の中、新型コロナウイルスの対応に当たってまいりました。4月16日には緊急事態宣言が全国に拡大され、すべての国民に自粛要請がなされ、5月7日には緊急事態措置が再び延長となり、それを受け本県においても5月20日までの休業要請延長という措置が取られました。5月14日には本県を含む39県、5月25日には全国で緊急事態宣言が解除となったところです。この間、本市においても学校の一斉休校や外出自粛要請に伴う施設の休館、県の営業自粛要請への対応など、初めてのことが次から次へと一気に押し寄せてきた、怒涛のように押し寄せてきたというのが率直な感想でありますが、市を挙げて全力で対応してまいりました。市民の皆様へ、事業者の皆様に大変多くのご協力をいただくことができたと。さらに国や県の動きと連動しながら、特に県とは連携協力体制を組めたこと、紆余曲折ではありますが、第1波収束につながったと考えています。新型コロナウイルスに打ち勝つためには、今後も実効性の高い協力体制を県と構築していくことが重要であると考えています。本市は県内でも最も多く感染者を出し、さまざまな経験を積んできました。経験から得た成果や反省点を今後に生かし、第2波に備えてまいります。詳しくは皆様の、お手元に冊子が配られていると思いますが、私なりにこの第1波収束までの感想といいますか、所感を述べさせていただきます。はじめに県との連携ですが、新型コロナウイルスへの対応にあたっては、保健所と感染症指定医療機関を共に有する県と本市において、感染症法に基づくそれぞれの役割をしっかりと果たしながら、感染拡大から多くの場面で医療体制や検査体制の充実のほか、県境をまたぐ往来の自粛の呼びかけ、住民の不安解消に向けた活動基準など、互いに協力連携してきたことが感染が収束できた大きな要因であると考えています。今後も協力体制をより強固なものとし、第2波への対応をよりスピーディーに、より実践的に行っていきたいと考えています。今回の本型し本市の、今回の本市の新型コロナウイルス対応で特筆すべき、ことは、院内感染を生じさせず、重症者が少なく、死亡者がゼロだったということだと思っています。本市の調べでは、院内感染と死者数がともにゼロだった政令市は、本市のほか3市、仙台市、岡山市、浜松市だったそうですけれども、現場では紙一重のギリギリの対応状況の中での対応だったわけですので、この結果に甘んずることなく、第2波へ備えていかなければならないと考えています。感染収束が一定程度にとどまった要因の一つとして、 PCR 検査の対応が挙げられると思います。保健所などの努力により、速やかな濃厚接触者の特定が行えたこと、その後の PCR 検査では全国に先駆けドライブスルー方式により行うなど、より効率的、迅速に検査を行ったことに加え、県の協力もあって PCR 検査センターの設置など体制強化が図られたことが大きかったと考えています。濃厚接触者の特定については、担保市では迷惑がかかる、言いたくないなどの理由から行動履歴の情報が得られない状況が多いとお聞きしていますけれども、本市においては行動調査に感染者の皆様から非常に協力的だったとお聞きしておりまして、スムーズな濃厚接触者特定につながったと考えています。引き
続き本市としても協力を得やすい環境づくりに努めてまいりますので、どうぞご協力をよろしくお願いします。また入院病床に関しては、感染症指定医療機関である新潟市民病院への入院措置を基本としながらも、早い段階から市内協力病院や県立柴田病院への協力を得ることができまして、順次受け入れできる病床数を拡大することができたこと、さらには患者の状況に応じて入院や転院の調整を行えたことが、重症者を少なく抑えることができた要因であったと考えています。なお現在病床確保や入院調整については県の医療調整本部において行われていますが、今後の感染拡大に備え、これまで以上に情報共有に努め、連携を強化していく必要があると考えています。また本市としても引き続き医療従事者の安全性確保につながるマスクや防護服などに対する支援や、患者受け入れに伴う収入減による経営状況の悪化に対する補填に加え、医療従事者の偏見防止への防止で、取り組むことが重要であり、こうした課題に今後とも積極的に取り組んでまいります。再度県との連携に戻りますが、感染拡大期には健康と命を守ることに注力し、経済の分野では県の休業要請等に協力した事業者に対し、県と補助を合わせ自粛の協力金を上乗せして支給するなど、県の要請に応じやすい環境を整え、感染拡大防止と経済対策を兼ねた対策を行いました。懸念される第2波が発生し、感染拡大を迎える局面となった場合、国や県との連携がより重要度を増してまいります。今後緊急事態の発生に対処し、各市町村がスピード感を持って対策を立案するためには、県が行う対策の方向性について立案段階から情報提供をいただく必要があると思っています。市民への注意喚起については、県の専門家会議から第2波に備えるための基準として、新規感染者数や病床数などをもとにした注意報や警報といった具体的な指標を示していただきました。しかしながら、第1波では新潟市は人口も多く、感染者発生も県内で最多となりました。広い新潟県全域を一括りで判断され、警報が発出されるよりも、状況に応じて地域ごとに区分した上で県から警報を出していただく方が注意喚起として有効であると考えています。また本市においても、北区でクラスターが発生した際には、北区に対し特に警戒を強める、チラシや広報車など区の状況に応じた対応を取ったことで、感染拡大が一定程度に抑えることができました。今後は8つの区それぞれの感染状況に応じて、区ごとに警戒対策を講じることにより、実効性の高い注意喚起を行うことができればと考えています。最後に、新型コロナウイルスのリスクがゼロでないことを前提としながら、経済社会再興本部を軸とした本市の経済活性化に向けた取り組みにスピード感を持って対応するとともに、国内においても未だ感染の拡大が見られることから、しっかりと気を引き締め、第2波への備えに総力を挙げて対応してまいりたいと考えています。次に、バブル崩壊後、新規学卒採用が特に厳しい就職氷河期と呼ばれている平成5年から平成16年の間に学校を卒業した方々を対象とした職員採用試験を実施することについてです。本市では新型コロナウイルスの影響が顕著になって以降、
アルバイト収入が減少した学生や失業している方などを対象に、市役所への緊急雇用をはじめ、来年春に高校を卒業する学生の求人が確保されるよう、市内の所得解消などへの早期の求人申し込みをお願いするなど、新型コロナウイルスの影響を最小限とし、市民の皆様の生活の安定を守るための取り組みを進めてきたところです。この度は国において安定的な就労実現に向けた取り組みを進めていることから、本市においても就職氷河期にあたる方々を対象とした職員採用試験を実施したいと思います。本市では希望する就職ができず、現在も不本意ながら無業や非正規雇用により不安定な経済状況となっている方への支援の要請に応えるとともに、さまざまな人生経験を要する雇用者の中から多角的な視点、斬新な発想を有する人材の確保につなげ、これにより一層複雑多様化する行政課題に対応するとともに、組織の活性化を目指していきます。試験内容についてですが、一次試験を9月27日に行う予定です。詳しくは配信料の通り、募集要項を7月13日月曜日から市役所、区役所などで配布するほか、市ホームページにも掲載いたします。新潟市役所で働きたいという熱意のある方に、ぜひ受験をしていただければと考えています。次に、仮称新潟駅万代広場整備計画各館のパブリックコメントの実施についてです。仮称新潟駅万代広場は、広場内の安全で円滑な交通処理を図るとともに、緑あふれ人々が憩い潤うことが居心地の良い空間を確保するため、新潟の玄関口にふさわしい駅前広場として、現在ある万代広場を活用して新たに整備いたします。4月10日の定例記者会見でもご報告いたしましたが、令和元年度までに実施した基本設計の中で、人、交通、自然が気持ちよく循環する都市の庭という基本コンセプトを継承しながら、お綾の形状や配置、樹木の種類、タクシーと自家用車の動線など、広場計画の一部見直しを行い、最終整備計画括弧案を作成したことから、市民の皆様のより、ご意見をいただくため、明日4月1日から1ヶ月間、パブリックコメントを実施いたします。パブリックコメントでいただいたご意見については、今後の整備計画の参考とさせていただきたいと考えています。また新潟駅周辺整備事業の PR の一環として、現在整備中の新しい新潟駅のペーパークラフトを作成しましたので、ご紹介させていただきます。このペーパークラフトは、事業を担当している新潟駅周辺整備事務所の職員が企画自ら作成したものです。本日皆様のお手元にお配りをさせていただきました。これが完成品です。興味があったとかないかと、興味を持っていただきたい。これが完成品で、リニューアルされ、新潟駅が飛び出す仕掛けになっているそうですので、多くの方々から楽しんでいただきたいと思います。組み立ては原稿によりますと少々難しいということで、動画で作り方も紹介しているそうですので、お子さんと協力してですね、親子で楽しんでいただきたいと思います。2面の新潟駅周辺整備の必要性や効果などに、2面の新潟駅周辺整備の必要性や効果なども合わせてお読みいただくことで、事業に対する理解が深まる。
市役所本庁舎、中央区役所、新潟駅、万代口、待合室などで、配布しており、